カンプチア王国民族連合政府とは、1970年から1976年まで北京に存続していたカンボジアの亡命政府である。この政府は、実際に1975年から1976年までカンボジアを統治していた。カンプチア王国民族連合政府は、カンプチア民族統一戦線、亡命していた国家元首。 ノロドムシハヌークの支持者、そしてカンボジア共産党の連立によって成立した。それは1970年のカンボジアクーデターによって、シハヌークが追放された直後に、シハヌークのサンクム政府を相手に戦ってきた、数百のクメールルージュ反乱者や、中国の支持と共に作られた。1970年3月、シハヌークは、ロンノル首相やシリクマタク副首相、 そして、インタム国会議長といった自身が元首を務める政府内の右派勢力が指導するクーデターで追放された。クーデター時にはシハヌークは外遊中であり、3月23日に北京においてラジオで国民に民族統一戦線の設立を宣言し、クーデターに対して大規模な放棄を呼びかけた。 シハヌークが亡命政権形成に至った経緯についての当時の説明は後に解説されたものと内容が異なっている。当初の説明では彼はモスクワから北京に向かう飛行機の中で民族連合政府の形成を決意し、そしてラジオ宣言の3日後、1960年代にシハヌークの3組に参加していたクメール隆治を指導する3人の卓越した 知識人、フーユンとフーニムそして、キューサムファンからメッセージを受け取り喜んだ、と述べている。実際は、シハヌークは次に、どこに移動するのか、不明確なまま北京に到着し、3月21日に、北ベトナムの首相ファムバンドンヤシューオンライトの極秘会談を行った。シューはかねてから、シハヌークの支持者であった。シハヌークは、最終的に、 それまでの数十年と同様に、カンボジア国内の共産主義者と手を組む決意をした。彼自身のプライド、ロンノルへの復讐心、そしてクーデターにおけるアメリカ合衆国の介入疑惑が、この決定を後押ししたと指摘されている。後にシハヌークは述べた。アメリカ人や共産主義者とは組まないと、私は選択していた。しかし私に、彼らのどちらかを選ぶように敷いたのは、 ロンノルだった。カンプチア王国民族連合政府は5月5日に正式に発表され、直ちに中国によって承認された。シハヌークカのカンプチア王国民族連合政府の形成は、クメールルージュ指導部に対し、国際的な承認、そしてカンボジア農民の支持という二つを獲得する道を与えた。カンボジアの農民は完全な応答派、保守派だったのであるが、 シハヌークを追放したロンノルのクメール共和国を相手に戦っていたため民族連合政府の指示に回った。地方のカンボジア人はシハヌークの名前に引きつけられ、またアメリカの爆撃に起因する惨事に起こっていたため民族連合政府に接近しクメールルージュは一気に膨張した。シハヌークにしてみれば 共産主義者の支持で力を回復することによって、北ベトナムの、そして中国の支援を確保するための試みを続けることができるようになった。しかしながら、クメールルージュ内部のより強硬な勢力が、シハヌークの最終的な除去を求め得ることは、シハヌークも意識していたと考えられる。したがって、彼の計画は国家の統一運動に、 アメリカの支持を取り付けることに政費がかかっていた。ニクソン政権がロンノルを支持すると表明していたので、これは勝ち目の薄い博打であった。政府はシハヌークを元首として擁立した。首相は法律家でベテランの中道派政治家にして、シハヌークの政治顧問、ペン・ヌートが務めた。彼は何度かフランス植民地体制と三組のもとで職務を務めた。 キューサムファンは、カンボジアの解放区に残って、カンプチア王国民族連合政府が、亡命政府でないと主張することを容認していたが、副首相、防衛大臣、そしてカンプチア王国民族連合政府の軍隊の、長となった。フーニムが、情報大臣を務める一方で、フーユンは、共産主義者の間で人気があって、比較的、自由主義的な人物だと認識されていたので、 共同組合大臣を含むいくつかの地位を与えられた。ヌートと、サムファン、ユン、そしてニムは皆、カンボジア人の間で高い人気を保っていた。特に最後の二人はしばしば地方部の農民に訴えかける効果を発揮した。軍事力としては、カンボジア人民民族解放軍を保有した。しかし、軍隊の指揮権は、サロット・サルにあった。 彼のクメールルージュのシニアレベルでの存在は基本的に秘密を保たれた。シハヌークのクメールルージュ指導部との関係はむしろ緊張していた。ユン、ニム、サムファンはサンクムの議員をしていた時に長い間シハヌークに嫌われて非難された経験を持っていたので、シハヌークは特にイエンサリに対し個人的な嫌悪感を持っていた。サリはシハヌークを 権力下に止めておくという明確な使命を1971年にハノイから割り当てられた。シハヌークは繰り返してサリが北ベトナムの協力者であると訴えて彼に強制的にフランス大使館から得られた際どい映画を座って鑑賞する様にした。シハヌークはサリに不愉快な気分を味わわわせることを楽しんでいた。サリはシハヌークに対し王室の取り巻きや シハヌークとペンルートとの間に不和を生じさせようと試みた。1973年3月にカンボジア人民解放軍が軍事的成功を収め、シハヌークは解放された区域を訪問した。サムファン、ユン、フーニムと共に写真に写った。アメリカ合衆国は直ちにその写真を偽造であるとして退りけた。 三人の幽霊として知られる三人の上級幹部は、1960年代にシハヌークの警察によって殺害されたと断定されていた。後に映像が公開され、三人の幽霊は実際に生きていると証明された。訪問中、シハヌークは意図的に農民から距離を取っていたが、クメールルージュ指導部はシハヌーク登場が還元されて、 大衆的追従が発生することに深刻に悩んでいるようだった。1973年の間は解放された領域にいたシハヌーク派の地方役人や軍の司令官は北ベトナムと強い関係を持っていた幹部と同様に静かに動き始めた。政治的洗脳は一度シハヌークを封建的君主として球断するという形で始まった。 1974年までに南西部の強行路線軍が自分たちをクメール乱暴ではなくクメールルージュと特定し始めた。抑制と強制的な集団化は解放された地域、特にカンボジア西部で増え始めた。そこはクメールルージュの半ベトナム派や民族主義者が支配していた。フユンは集団化の速度を批判したため困難な状況を引き起こした。 王国のという表現は、直ちに、カンプチア王国民族連合政府の宣言によって、取り除かれた。河野場では、旧サムファンが、スウェーデンの首相と、基本的なイデオロギーを共有していた、社会主義者だったと述べて、シハヌークは、カンプチア王国民族連合政府の性質に対して、楽観的な態度を取った。しかしながら、アメリカ政府は、 彼と交渉することを拒み続けた。非公式な場においては、イタリア人ジャーナリストのインタビューで、クメール・ルージュは、桜の種のように私を吐き出すだろうと述べるなど、シハヌークは、クメール・ルージュの意図に、深刻な懸念を持っていることを表明していた。中国の国務院総理、周恩来は、フランス大使、エティエンヌ・マナッシュに、アメリカ人がシハヌークを無視することや、 ロンノール軍を支援するための空爆の継続は、結果的に戦争をよりはるかに強い暴力へと、導くと忠告した。これらの忠告にもかかわらず、アメリカはシハヌークを無視し続けた。そして、中国人はためらいながらも、徐々に直接的な指示を、クメールルージュのみに向け始めた。1975年4月のクメールルージュのプノンペン、侵攻までには、 共産主義者は、強固に、カンプチア王国民族連合政府を操っていた。そして、カンボジアとの接触は、効果的に遮断された。シハヌークは、プノンペン陥落さえ、直接には伝えられなかった。彼は直ちに厳しい不安を抱えながら、北朝鮮のピョンヤンに向かったが、信頼関係にあった、州オンライによって、 カンボジアの国家元首として帰国する様に説得された。シハヌークは、プノンペンで、儀礼的な歓迎を受けたが、街を観察して深くショックを受けた。彼の、擁護者、周恩来が1976年1月に死去した、ことは、シハヌークの立場をさらに弱くし、周恩来に対抗して後世が支援していたポルポトが、中国と北朝鮮の後ろ盾を得ることになる。 外国のラジオを通じて、クメールルージュの人権侵害を知った後、彼は1976年4月に帰国した。彼自身の記述によると、クメールルージュ指導部は、直ちに、サリを派遣して、シハヌークに泊まるように説得しようと試みたが、シハヌークが辞任すると言って譲歩しないので、彼を効果的な自宅軟禁にした。旧サムファンが、元首になったが、彼も、 同様に追放された。民主カンプチアの議会会員最初の会合は、1976年4月11日から13日まで行われた。ここで事前にはほとんど知られていなかった、ゴム農場の労働者、ポルポトを首相に指名することが確認された。ポルポトは、後に、元ジャーナリストで、クメール・ルージュの強硬派幹部、サロット・サルと同一人物であると暴露された。 シハヌークのいとこで、1976年に、再教育センターで拷問され、殺害されたと思われるサハのノロドムプリサラ殿下や、カンプチア王国民族連合政府で、法務大臣を務めて、トゥールス連で殺害された、シェさんのように、彼は、カンプチア王国民族連合政府での生き残っている、シハヌーク派のほとんどは、直後に処刑された。 ペンヌートだけがこういう結末を逃れられた。カンプチア王国民族連合政府の一員だった、クメール・ルージュの主要なメンバーだったフーユンは、1975年までには、行方不明となり、1976年までには、ほとんど死亡していると考えられた。共産主義の知識人、フーニムと、チャウセンは1977年にトゥルスレンで、 粛清され、処刑された。キューサムファンは、おそらく彼の役割が主に記号的に過ぎなかったが、ポルポトに対する、揺るぎない忠義を持っているという評判によって保護され、クメールルージュの元首を続けていた。1978年のベトナムによる侵略や、クメールルージュの敗北、その後のカンプチア人民共和国設立の後に、シハヌークは、クメールルージュ指導部によって、 国連で民主カンプチアの状況を説明するように求められた。シハヌークはクメールルージュが大量虐殺者として国連から追放されるように要求するためにクメールルージュとの関係を断った。クメールルージュは新しい全面的な組織を作ろうとした。それはつまりカンプチア愛国民主大民族連合戦線を設立することであったが評判が地に落ちた。 民主カンプチア体制を再正当化することは、当初はほとんど成功しなかった。しかしながら、1982年6月までに、シハヌークとフンシンペックは、クメールルージュと結成した、民主カンプチア連合を政府に再加入していた。その政府は、中国やアメリカとアセアンの支援で、国際連合の議席を有していた。第三の、連立相手は、 孫さんの組め得る人民民族解放戦線であった。ありがとうございます。